今回は海上自衛隊が運用する護衛艦加賀の空母化について、そしてその艦上で運用する F-35B の離着艦試験の様子について紹介したいと思います。今回紹介するのは日本の出雲型護衛艦加賀です。出雲型はヘリコプター搭載護衛艦といい、海上自衛隊が運用する護衛艦の中で最大規模のサイズを誇ります。空母と同じように艦首から艦尾までがフラットになった全通飛行甲板を導入しています。航空運用能力、多用途性を強化した空母型の護衛艦です。大戦ヘリコプター母艦として誕生した出雲艦の1番艦出雲は2015年に就役。そして2番艦加賀は2017年に就役し、広島県の呉基地を拠点とする護衛艦部隊に配備されていました。そしてこの護衛艦で戦闘機 F-35B を運用するべく、軽空母へと改装されることが決定。 F-35B はアメリカの最新鋭ステルス戦闘機で、 B 型は短距離離陸垂直着陸型です。飛行甲板の短い教習揚陸艦でも運用できるように開発された機体です。この護衛艦は2022年3月から2024年4月まで約2年にもわたり改造工事が行われていました。カタパルトを設置する予定はありませんが、着艦誘導装置はアメリカ海軍と冷戦音が共同開発した J-PALS を設置。 J-PALS は GPS と INS を使い、航空機を自動で安全正確に着艦誘導する全天候型のシステムです。改修が終わった出雲型を見てみると、 F-35B が運用しやすいように艦首が台形から長方形に変わっています。大きな変更点として、飛行甲板と着艦装置のアップグレード、甲板ラインの再塗装、 F-35B の水力変更ノズルからの熱に耐えられるように甲板に耐熱コーティングを施す、夜間運用の照明の設置などがあります。今年10月からはアメリカの海上でアメリカ海軍海兵隊とともに F-35B の艦上運用に伴う試験を実施しました。10月20日には初の着艦に成功。21日には発艦に成功しています。海上自衛隊の護衛艦で戦闘機が発着艦したのは2021年に1番艦出雲での試験以来、今回が史上2回目となります。加賀にはアメリカ軍の CH-53E の姿も。米軍ヘリが運んできたのは飛行甲板を洗浄する車両マクリス。洋上で運用される艦艇の飛行甲板には多くの異物が散乱しています。艦上機のジェットエンジンには強力な吸気口があり、破片を吸い込んでしまう可能性があるため、
これらの異物がすべて除去されて初めて離着陸が許可されます。海軍が2001年より採用している最新の洗浄システム、短時間のうちに飛行甲板はピカピカになり、離着陸可能な状態に持っていくことができます。これまで甲板の清掃はコストと時間のかかる手作業でした。異物を除去し、オイルなども取り除き、滑りにくい状態にし、さらに環境汚染の防止につながります。11月6日には F-35B の艦上運用試験が完了しました。今回加賀で離着艦試験を行った F-35B はアメリカ海軍の試験部隊の機体です。パタクセントリバー統合試験部隊のテストパイロットが離着艦テストを行いました。この試験チームは F-35BC のテストを担当し、アメリカ海軍と海兵隊、イギリス空軍海軍、ロッキード・マーティン、エアロスペース、ノースロップ・グラマン、アメリカ政府の関係者などから構成されています。アメリカの空母強襲揚陸艦での試験のほかに、イギリス、イタリアの空母での試験も担当してきました。試験を行った機体の尾翼には加賀のエンブレムが描かれています。2021年出雲の時もエンブレムが描かれていました。日本が発注した F-35 は A 型が105機、 B 型が42機です。アメリカでは A 型を空軍が、 B 型 C 型を海兵隊が、 C 型を海軍が運用していますが、日本では A、B ともに航空自衛隊が運用します。アメリカをはじめイギリスやイタリアなど F-35 の運用の形は様々。日本では他国の運用法を視察に行くなどし、海上運用に向けて着々と準備を進めています。2022年にはアメリカの強襲揚陸艦トリポリでの訓練を自衛隊に視察しています。トリポリは軽空母として運用可能な設計となっており、 F-35B を20機も搭載することができます。昨年10月にはイギリスの空母プリンス・オブ・ウェールズにおける F-35B の運用試験を海上自衛隊と航空自衛隊の合同チームが視察しています。今後の計画として、出雲はデッキを長方形にする改修や艦内区画の整備がまだ終わっておらず、来年頃から始まる2度目の改修で実施される予定です。出雲の改修を2026年度後半までに完了させ、その後、加賀の艦内区画の改修作業に入る予定です。軽空母化することによって、より一層マルチに運用可能となった出雲型、ヘリや無人機など対潜水艦戦の能力を持つ出雲型、加えて滑走路に依存しない戦闘機 F-35B の運用が開始すれば、さまざまな任務を柔軟にこなすことができると期待されています。自衛隊の F-35 がアメリカ海軍の艦艇に着艦し、アメリカ海兵隊の F-35 が海上自衛隊の艦艇に着艦する日はもうすぐです。出雲型での F-35B の運用は日米総合運用性の強化につながると見られています。